こんにちは、ナオキです。今日はね、アメリカのね、就職の話、またお話をしようと思います。今日はね、以前もお話したんだけども、転職の話についてちょっと、もうちょっと詳しくね、お話しようと思います。で、まあいろいろね、転職とか就職とかね、アメリカの就職の話結構、してるんだけども、今日は同じ土台に立った時にね、同じ土台、日本人の私とアメリカ人の人が同じ土台に立った時での転職のお話をさせてもらいます。で、実際にね、いつもお話ししてるように、日本人の英語系 YouTuber、 実際は転職の話とかね、しててもすぐ辞めてしまったりね、それとかそもそも受かってない、企業に受かってないような方が結構そういうふうなね、海外転職、アメリカのね、就職の話とかしてるんで、実際私はね、ずっと働いてるんで、その、ね、自分の主観的なことも合わせてお話しさせてもらおうと思います。で、今日はその転職っていうお話なんだけども、アメリカはね、じゃあ日本に比べて転職しやすいかっていうと、転職しやすいです。これは本当いいことだなと思うのは、まず、写真載せちゃダメ、自分の。それとあとは、年齢書いちゃダメ。だから昔ね、昔の日本の履歴書ってなんか家族構成とか書いたりしてたでしょ、懲罰とか。そういうのも今多分書いちゃダメなのかな、日本って。まあそこはいいところだとは思うんだけども、そういうの必要ないからね。だから年齢とかも関係ないからね。あと性別とかも関係ないからね。あと容姿とかも関係ないからね。ただ実際はこれはね、なんかどうかわからないんだけども、本当かどうかわからないんだけども、例えばその名字とか名前とかで人種が分かってしまって、そこで選別されたりするとか、あったりもするんだよね。ただ私ほら普通に日本人の名前でしょう。で、もともとね、私の動画を見てくれて動画登録してくれた方もいると思うし、もともと私を知ってる方で、登録してくれた方もいると思うのよ。で、私もね、ウィキペディアではないんだけども、なんか私のね、なんて言うんだろう、その経歴みたいのね、更新して、誰が更新してくれてるのか分からないけども、すごいね、それはそれすっごいありがたいっていうかね、まあよくね、全部が全部じゃないけども、更新してくれてるなっていうのがね、あってね、それは結構びっくりしてんだよね。それはそれで、もう本当にセンキューベリーマッチって感じだよね。日本語ではないので、だから私ね、日本人の名字だったとしても、今まで就職とかね、アメリカでしてて、ね、名前で落とされるってことはないかなって思います。で、問題の転職なんだけども、さっき言ったように転職は日本よりはしやすいのね。ただちょっとこれ勘違いしないでほしいのは、確かに転職はしやすい。それはなぜかっていうと、その年齢制限とか性別とかね、写真とか使っちゃいけないよ。だからそこの部分っていうのはね、日本はまだ写真とか載せたりもするでしょ、年齢も書かないといけないでしょ。そういう部分で転職しやすいのかな、アメリカの方は。結果としては日本で就職するのもアメリカで就職して働くのも大して変わらないとは私思うのね。まあどちらも一長一短なんだよ。いう意味かっていうと、確かに転職はしやすいんだけども、逆のちょっと例えば自分が経営者になったと考えてちょうだい。で、その場合、ね、1年2年とかでね、1年足らずとか2年足らず、まあ日本人の英語系 YouTuber でもね、就職しました、すぐ辞めました、就職しましたみたいな。だってそうでしょ、自分が経営者になったらよくわかると思うんだけど、まあ私は経営者じゃないけども、仮に経営者になったとして、すぐ辞める人を雇うと思う？雇わないよね。で、自分の会社のノウハウとか教えて1年とか2年で辞められたら、それは教育ね、一応その給料という面とか、あと教育費っていうかね、例えば研修に行かせるとかね、自分の会社のそのね、スキルを覚えさせるって言って、覚えるか覚えないか、まあのところで辞められたら、会社としてはたまったもんじゃないよね、経営者の方としては。だから実際ね、アメリカもね、日本と同じように契約社員っていうのがあるのよ。要するに派遣社員みたいなのがあるのよ。つまりテンポラリーっていうんだけども、テンポラリーで働いてます。で、よくね、私そのアメリカ人のこっちのね、知ってる人のお話するんだけども、もうだから40とかになっても一度もね、正社員になったことがないっていう人結構いるのよ。ちゃんと高学歴で、ね、大学とかももちろんアメリカの大学、卒業して白人で、それでもちろん当たり前英語もね、もちろん母国語だから私よりもできたりするわけで、これはね、私就職のお話になるときは必ず言ってるんだけども、毎度毎度言ってるけども、アメリカで正社員なのすっごい難しいからね。だから
ね、日本よりもねアメリカの方が働きやすいっていうのはちょっとそこは違うなと思う。であとは日本の休日の方がアメリカよりも休日多いです。でアメリカは休日って1年間に14回くらいしかないの、14日くらいしか。でそのうちの何日かは企業によって、例えばコロンブスではうちの企業は休ませないよっていうのもあったり、マーティン・ルーサー・キングの祝日も普通の平日と変わらないよっていうところもあるし、あとはそのベテランズで、うちはそのベテランっていうかね、要するに軍隊経験者がいないから別に休む必要ないよねっていうような感じでない企業もあるのよ、普通に。で私が働いてる企業はあるけどね。だからあとは私が働いてる企業で、例えばサンクスギビング、先日サンクスギビングの話させてもらったよね。で、第3週の木曜日かな、木曜日で土日ってなんだけども、ここは平日、金曜日平日になるわけよ。要するにいわゆるブラックフライデーって言われるところだよね。でも別にここ休みじゃないわけよ。だけども会社によっては、私が働いてる会社によっては、木金土日みたいな感じで4日間休みを有給とか使わずだよ、普通の会社の休みとして休ませたりもする会社もあるの。一方で普通のもう土平日だからね、木休んで、これは祝日だから休むよ、でも金曜日は平日だよね、土日は休んでいいよ、要するに間に1日空くみたいな、あとはその金曜日は普通の日だから出勤してねっていう会社もあるわけ。つまり祝日っていうのは少ないわけでしょ。で勘違いしている方も結構アメリカ人とかで多いんだけども、あとヨーロッパ人でもね多いんだけど、私がヨーロッパの方っていうか友達と話してても、で日本人はね夜11時とかまで働いてるとかって、それもうそういうところもあると思うよ。まあ少なくどんどんなってくると思うけどもね。で私はねだから10年くらい前までちゃんと日本でも働いてたし、で日本で私働いてた時に残業ないからね、でむしろ私がいたところっていうのはもう帰ってっていう、もう残業しなくていいから。で今の基本的な私の会社の考え方でも、私の考えでも基本的に人間って8時間以上働くと、おそらく急激に能力って9時間10時間働いていくと、どん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 能力って下がっていくと思うのね、その仕事量とかね、内容とか。だから実際はそんなね日本人よりもアメリカ人の方がだから働いてる気がするな。私は少なくとも日本で私働いてた時に大体5時半とか6時半とか、まあ転職した企業によってね、その帰る時間も違かったし、あと私は働いた会社9時半っていうところもあったしね、9時半から5時半。結局の話、アメリカ企業で働いても日本企業で働いても一長一短だから、日本企業はとかアメリカ企業はとかって、言ったとしてもね、あそうそう、あとこれもいつも話してるけど、アメリカ普通にブラック企業あるからね、日本よりもブラック企業あるからね、勘違いしないでよ。だからアメリカはねきっといいところだ、日本は働きすぎだ、違うから。で少なくとも私日本でも働いてるし、アメリカでも働いてるからね。で本当にだから、労働条件悪いアメリカの企業なんて多分おそらくたくさんあると思うよ。アングラーでね、人の英語系 YouTuber が、ね、アメリカ企業で働きましたとかっつっても、結局辞めてるってことはそういうところだよね。私辞めてないよ、前の企業もねそれなりに勤めたし、日本人の英語系 YouTuber って4年働いてる人ってほとんどいないんじゃないかな、アメリカ の動画作ってる方で。まあちゃんとねずっと働いてる方も確かに何人かちゃんと見受けられるんだけども、見た感じ辞めましたとかね、ねレイオフになりましたとか、仕事が見つかりませんとかって。だから転職はしやすい、転職は本当に多分しやすいよ。ただそれが正社員になるための転職かっていうとそうじゃない、テンポラリーっていうの結構多いからね。もうどちらもね一長一短だから、日本でもいい企業はあれば悪いすごいブラック企業もあるわけでしょ。例えばね、下の企業っていうブラック企業っていうのはやっぱりあって、まあ、つい最近のお話で言えばその、いきなりステーキとか、私が学生の時よく行ったんだけども、今ね日本出張とかに行っても行かなくなった大戸屋とか。でもね大戸屋ってね昔本当に良かったんだよ。多分変なね社長の前っていうのは多分きっと経営者がまともだったのかなと思うんだけども、だからね福神はねすごい助かったよね。でまあ話戻して、アメリカの方もちゃんとした企業があればブラック企業もある。で例えばちゃんとした企業って言って、 Google とかね Facebook とか、先日お話したよね、新聞っていうかの読んで
で Facebook とかあと Google とかの契約社員の人たちには15ドルまで上げますよっていう。だから私よりも、すごい能力があるにもかかわらず、結構そのサンフランシスコとかね、その先日ね私動画でも撮ったけどもさ、その実際のそのシリコンバレーの動画とかね撮ったけども、サンフランシスコで暮らすにはちょっと15ドルきついと思うよ、うん、1時間ね。それはあの地方とかね、田舎とかね、あの行けばそれはすごい高くなるんだけども、何としてもね、何にせよね、以前もお話している通りロサンゼルスとかサンフランシスコって家賃がむちゃくちゃ高いので、ロサンゼルスの場合まだね、そのなんていうの、危険なエリア行けば値段は安くなるんだろうけども、ちゃんと安全なところ、結果としてね、危ないところ行くとね、そのね、車の事故とかも起こしやすいし、そういうようなデメリットがあるから、結果的にやっぱり安全な方に住んだ方がいいのかなみたいな感じなんだけども、シリコンバレーで15ドルでちょっと暮らすのはね、1ドルじゃない、1時間15ドルで暮らすのは結構厳しいんだろうね、うん、だから実力的にはね、私より相当っていうか、私何もできないんだけどもさ、その Facebook とか Google とかで働いてるから、多分すごい技術とか持ってる人たちなんだろうね、うん、でもやっぱりそれでも正社員になれない、そういう、まあ、運とかももしかしてあるのかもしれないし、な、少なくとも私は日本人だけども、ね、だから同じ土俵で立った場合に、まあ、就職差別っていうのも受けたことないし、普通にね、あの面接とかにちゃんと行って受かってるから、そういうのはまあ私はないのかな。ただ実際はそういうふうに聞いたりもするけども、実際私はそういうのはないから、今こうやってね、ずっとあの今の会社でもそうだし、前の会社でもそうだしね、あの働いていけてたのかなとは思います。本日の動画はこれで終わりにします。まあ、結論から言うとね、転職はしやすいけども、正社員になるのは難しいよって話だから、転職は何回もやってもいいけども、やりやすいんだけども、それがすなわち正社員になれるってわけじゃないよっていうことをちょっとお話しさせてもらいました。それではおやすみなさい。